はやぶさ2タッチダウンに向け効果開始。本日、小惑星探査機のはやぶさ2が、小惑星リュウグウへのタッチダウンを行うために効果を、効果を開始いたしました。動画説明文に、現在のリアルタイム画像が見られるリンクを貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいんですけども、このはやぶさ2に対して、 坂官房長官は水の起源ひいては生命の起源の解明にも期待されている初代はやぶさも困難を乗り越え地球機関を成し遂げ国民に大きな感動を与えたはやぶさ2の挑戦も無事に成功することを期待すると表明されておりますこちら2月22日の午前8時ごろに 1>, 1回目の着陸を行い、6月頃までに3回着陸予定で、また今年中にですね、この小惑星リュウグウに対して弾を打ち込んで、クレーターを人工的に作り、観測を行う予定でもあります。ぜひとも JAXA にはこのはやぶさ2の立ち弾、着陸を 成功させていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。